宣伝動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。あやめ18番主催の堀越亮です。いろいろ継承位についておしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いします。あやめ18番はですね、2012年に花組芝居の俳優でございます私堀越が始めた演劇ユニットでございましてですね、技古典って最近はつけてますけど、古典を真似た、でも古典は作れないから、なんかそういうような作品をちょっとテーマに作っていきましょうっていう、団体です。根幹になっているのが、本当の幸せって何だろうっていうのと、他人のために生きる人間は尊いっていう2つの柱を軸にお芝居を作っていきましょうよっていう団体でございます。はい、以後お見知りおき。ずっと初期の頃からそのあやめの名前をタイトルにしていこうっていうことはやってて、で、そのタイトルから連想してお芝居を作ることもあるんですけど、今回はストーリーができたんですね。ストーリーがパッて出てきて、これは面白いぞって言って、この話に合うあやめの名前ないのかって探したら、芸勝部位ってのがあったんですよ。天女の美しい、世にも美しい羽衣のこと芸勝部位っていうらしいんですけど、ぴったりじゃんって言ってそのまんまつけたっていう感じですね。でいつもは何々系芸、なんとかって江戸系紅千鳥とかそういう名前をつけてるんですけど、芸勝尉っていう名前がちょっとあまりにもごつかったもんで、何々系というところを排除して芸勝尉っていうスッとしたタイトル、ちょっと読めないと思いますけど芸勝尉と読みます。僕がどこだかな、どっかのね、駅のねホームにこう座ってたらって思いついた話が、話を思いついたんですよ。でこの話はちょっと面白そうだってなって、じゃあ舞台はどこがいいんだろうって探してらインド神話に当たったんです。ここインド神話ぴったりで、インド神話がぴったりストーリーがあって、じゃあその舞台はインド神話にしましょう、じゃあどうやって演じましょう、女形贋作小山だってなったんですよ。だから企画がね先行でみたいな感じに見られるんですけど、じゃなくてストーリー先行、これにこのストーリーに合うのはインド神話だ、インド神話に合うのは女形表現だ、男性が女の役をやる表現だみたいな感じで、そのなんかどこか駅のホームでハッと思いついた話から全部始まってるんですよ。女形って何ぞや、いやこれね難しいんですけど、歌舞伎表現の中で男性の俳優が、女性の役を演じるっていうことが大前提だと思うんですね。で歴史としては、いつもの国から始まった女性が最初そういうお芝居やってたんですけども、いろいろそれが風俗の方と直結してきちゃって、上の方が女将の方からそういうのはいけませんよっていうのはストップが入った時に男性しか役者が立てなくなっちゃったんですね。でその時に男性しか役者がいないので女性の役が演じられなくなった時に、そのポジション分けとして、じゃあ女性の役を男性がやってみようかっていうんで始めたっていうのが、確か流れだったと思うんですよね。でこれはいろいろ男性が女性の役をやるっていうのは、世界中にもやっぱあって、例えばシェイクスピアなんかでも少年の俳優が最初は女性の役、も昔は男性しか出てなかったので少年俳優が女性の役をやったりとか、演劇の歴史的に言えば、男性が女性の役をやるっていうのはわりかし珍しいことではないっていうか、そういう流れですね。なぜ贋作ってつけたかっていうと、女形を僕10年花組芝居っていうところで勉強してるんですけど、できないんですよ。ああいう女形っていう技術自体が基本的には歌舞伎の俳優がもう何百年とこうやってきた技術の一つで、そのためには女の役をやるにはそれ相応の体を作るためのその体作りからしてるわけですね。というわけで本当の意味での女形っていうのは基本的にはできない。で僕も10年やってもできない。それが作る女形だからもっとできないわけですよ。というわけで女形表現をガチに歌舞伎に基づいてやろうっていうとこれできないですね。だから違うルートで男性が女性の役をやるやつをやってみようっていうことなんですよね。でこれ本当にね気づいていただけないんですけど、僕歌舞伎やるなんて一言も言ってないんです。だから女形の
偽物屋の劇をやるだけで歌舞伎はやらないんですよね。女キャラクターしか出てこないようにしました。僕の一番最初のストーリー考えた段階では男キャラクターも出てくるつもりだったんです。でもインド神話っていうのをパッケージでもまだ男出てきてもよかったんですけど、その次のパッケージ、その次のパッケージって考えた時に、あのね、これね、言ってないね、ものすごい面白いアイデアが一つ、こうインド神話だけじゃないんですよ。インド神話と日本のコラボなんですよ。そこでやっていく上で、うん、これは 女役だけで全部行こうって思ったんですよ。そこをね、ちょっとね、でまだ出してないんですけど、見に来てびっくりしていただけるように、え、それと結びつけたみたいなストーリーにね、今できるように頑張ってるんですよ。これは花組姉妹は歌舞伎のオマージュをやってる団体です。なので基本的には歌舞伎の女形表現みたいなことを、まあ阿流の小劇場の俳優がやっていって、まあ、作ろうよっていうネオ歌舞伎っていうのをやってる団体なんですね。なんで実はうちとね、あやめ18番と花組芝居って直結、まあ僕は花組芝居の劇団ですから似てると思われがちなんですけど、実はやろうとしてることちょっと違うんですよね。僕は歌舞伎はやろうとしない、あちらは歌舞伎とかそういう表現を使ったやつをやろうとしてるんですけど、ちょっと違うっていう感じですよね。今回女形表現をやるっていうことにあたって、悩んだんですけど、女形表現っていうのはちょっと違うのかもしれないけど、まあ、女形をやっている花組芝居の同じ花組芝居の人間が6人ぐらい出てるのかな、僕を含めて。その人たちはやったことあるわけですよ。でね、他のキャスト28人ぐらい出ている中で22人ぐらいはやったことないわけですよ。で、僕がやろうとしていることって女形じゃないので、実は花組芝居の人間は苦労するんですよ。なぜかというと、こうやって本来女形はこういうふうにやるものだろうっていう流れをストップかけちゃうので、そうじゃない、そうやってやると女形になっちゃうと、俺がやらないがやろうとしたのは贋作だからって言って、今ちょっとそっちの花組芝居の人間は違う方向に行こうとさせてますよね。で、22人のその男性陣のやったことない人間の女役っていうのは面白いですよ。先入観がないからで、やそれが僕らとしても刺激になるし、そんな風にやっていいんだっていう気にもなるし、でね、女らしさみたいなのっていらないと思ってるんですよ。今回贋作女形について、綺麗とか美しい所作とか、その素晴らしい発声みたいなのいらないなと思って、男性のパワーが欲しかったんですよね。そういう意味で結構ごついの揃えてんで、ゴリゴリだなっていう感じですよね。まず苦労してね、歌舞伎はやらないって言ったんですけど、じゃあ何を歌舞伎かってするかってめちゃめちゃ難しいんですよ。で、僕七五調のセリフ書いてるんですけど、七五調のセリフはそのまま残したいなと思っていて、でストーリーはインドの話、セリフは七五調、そこからどこまでやるかっていうのを考えながら、しかも知らないからインドのことなんか知らないからって失礼ですけど、インドの神様のことを知らないから、まず文献を読むところから始まるわけですよ。そうするともうむちゃくちゃなんですよ、インドの神話で。それに対抗しうるやつを作んなきゃいけないから、もう想像力もフル回転だし、それを七五調でセリフで表さなきゃいけないしっていう、もう大変な苦労をしながら書き上げました。出来上がったものはまあいいと思うんですけど、今めっちゃ長いからどうしたらいいんだろうな、毎回言ってんのこれ、毎回2時間半ぐらいになっちゃうって言ってて、あと30分ぐらいどうしたらいいのか分かんないんですけど、まあスッと見れるようにね、インド神話はちょっとコテッとしてるやつですけど、美味しく料理できるように頑張ってます。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。